アンジェは、フランス西部、メーヌ川下半に位置するペードラ・ロワール地域県、メーヌイコールエイコール・ロワール県の県庁所在地である。ここの南西部で懸命に使われているメーヌ川と、本流ロワール川が合流する。1657年に制作された、この同伴画では、アンディ・ギャビム・アンジェと呼ばれているアンジェが、初めて研究されたのは、150年頃に書かれた。 クラウディオスプトレマイオスのゲオグラフィアにおいてである。この本ではアンジェはユリオマグスという名前で知られており、同じ名前はポイティンガーズにも見られる。この名前はラテン語の人名であるジュリウスを指すと、史上を意味するケルト祖語のマゴスの合成語である。街の名前におけるこのような剣字はローマ帝国時代のゴールでは一般的なものであり、地名には ガリア語の要素がしばしば残された。同様の検字は同じ時代のパリやトゥールやエブルーの名前にも見られる。後にその他のユリオマグスと区別する必要が出てくるとアンジェやその周辺の地域で最も勢力のあるガリア部族の名前からジュリアムイグスアンディクオバラムと呼ばれるようになった。400年頃になるとキビタスアンディクオバラムと呼ばれるようになり中世を通して 高期ラテン語の名前は少しずつ現代のものに変化していった。アンディカバキビタス、アンディケイビス、アンディギャビス、アンジーアス、そしてアンジーアスへと変化した。12世紀の間にアンジャースの形が現れ、この綴りが後にアンジェと縮められた。ラテン語のアンディカブムからはアンジュという名前も派生した。このように同じ語から語が二重に派生することは、フランスでは非常に一般的であり、 ポワチェとポワトゥーやブールジュとベリーなどにも同様の派生が見られる。アンジェに最初に人が存在した形跡があるのは四十万年前の石器時代である。身元のわかっている最も古い居住者はケルトの種族であるアンデス族であった。彼らはローマ人に追い払われた。ローマ支配のもと町はユリオマグスと呼ばれた。アンジェ会議が四百五十三年に開催された。 845年から始まった、ノルマン人の信仰により害は大いに苦しめられた。アンジェは、昔のアンジュー州の都であった。9世紀が始まると、この地域は、強大な封建君主の一族によって支配された。アンジェ地域は12世紀に、イングランドを支配したプランタジネット町の発祥地で、ある。この時期、ヘンリー2世によって、アンジェにサンジャン病院が建設された。 大型の建物もこの時に建てられた。1204年、アンジェはフランス王フィリップ2世に征服された。この後、フランス王家の防流が封じられた。ここからは、ナポリ王国、ハンガリー王国、ポーランド王国の王が出ている。第二次世界大戦中の1940年、短い期間ではあるが、ポーランド亡命政府の拠点だった。町の中心部にあるアンジェ城は、 ロワールの古城のうち、最も西に位置する。フランスに現存するものでは、最古と言われる、ヨハネの目視録が描かれたタペストリーで知られる。アンジェ出身の人物詳細は、カテゴリー、アンジェ出身の人物を参照アンジェゆかりの人物、ありがとうございます。